松屋天ヶ崎塩江店。これは豚汁を目当てに朝から松屋にやってきた。豚汁朝定食ミニ牛皿490円。牛肉をご飯にのせる。七味をかける。紅生姜をのせる。牛肉は少し少なめであるが牛めしの完成。牛めしに豚汁とおしんこと海苔がついて490円は安いと思う。松屋の豚汁がチェーン店の中で俺は一番好きだ。豆腐と里芋が入っているのがいい感じ。松屋の牛めしも俺は結構好き。おしんこに俺は醤油をかけない派。牛めしに海苔を巻いて食べるのも俺は好き。これが実にうまい。豚汁に七味をかける。これでピリ辛になって風味も増してワンランクアップのうまさになる。松屋の豚汁朝定食おすすめです。ぜひ一度お試しください。食べると多分安くてうまいので満足すると思います。でも俺は残念だった。この店はご飯のおかわり無料店であったが、俺はおかわりできるほどもう若くはなかった。それが残念。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。